ご覧いただきありがとうございます。賃貸のまさきです。本日は奈良市高間一町にございます。ミューズエリアにお邪魔しております。こちら、1LDK タイプの単身者様の方から、新婚さんやカップルさんにぜひね、お勧めできる、非常に駅近物件となっております。で、早速ですね、こちらの玄関スペースからご紹介いたします。そちら玄関の方には、このシューズボックスがあらかじめ備え付けとなっております。玄関入りまして、左手の方には、洋式のお手洗いがございまして、洗面台もこのようにございます。で、廊下進みまして、こちらですね、が水回りとなります。まずこちら、浴室部分ですね、非常に綺麗な内装となっておりまして、追い焼き機能でしたり、浴室乾燥、またね、こういった小窓がついているのがね、非常におすすめなポイントとなっております。で、洗面スペースがこちらですね。独立の洗面化粧台と室内の洗濯機置き場。またね、こういった小窓が、水回りにこういったね、小窓がついているので、非常におすすめなポイントとなります。で、こちらの方からキッチンスペースに出ていただけまして、まあ、シンクと、調理スペースもね、非常にゆったりとされたキッチンとなっております。3口のガスコンロもついてまして、お魚が焼けるグリルもしっかりとついております。下のね、収納スペースも非常にゆったりとしております。またキッチンの後ろのスペースですね、冷蔵庫や洗濯、食器棚ですね、置いていただけるスペースがこのように確保されております。またリビングの方もね、このようなカウンターキッチンとなっております。で、こちらですね、収納スペースの方も、しっかりとございまして、まあ、ちょっとしたね、日用品のストックなど、収納していただくのに便利な収納ですね。で、こちらですね、24時間のセキュリティサービスがついております。何かあった時にすぐに駆けつけてくれる非常に安心できるサービスとなります。で、キッチン横ですね、こちら、開けていただけますと、まあ、ちょっとしたね、こういったバルコニーの方に出ていただけます。まあ、ゴミをね、置いていただくのに便利なところですね。で、こちら奥の方に進みますと、リビングスペースとなっております。こちらの方にもね、おしゃれな間接照明でしたり、入ったガラスブロックがございます。非常にね、ゆったりとした空間となりますね。エアコンの方も1台あらかじめ備え付けです。さあ、こちらですね、北側の方にこういったバルコニーもございます。まあ、風通しもね、非常にいいバルコニーとなっております。バルコニー自体もこのようにゆったりとしたものですね。で、こちらの物件ですね、エントランス部分にオートロックがついております。こちらのモニターフォンの方でね、訪問者の方、お顔はバッチリ確認していただけます。で、こちらリビングの横ですね、洋室部分となっております。こちら壁一面のこういったね、収納が非常にいいポイントですね。お部屋もこのように綺麗な内装となっております。先ほどのバルコニーにこちらからも出ていただけます。で、洋室部分の隣ですね、ちょっとしたね、こういったサービスルームが設けられております。まあ、書斎としてね、ご利用いただけると非常にね、ちょうどいい大きさとなっております。こちらの方にもなんとバルコニーがございます。なんとね、嬉しい3面バルコニーとなっておりますね。ではね、キッチカで、学生さんにはぜひお勧めできる物件となります。詳しくは賃貸のまさきホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。